プーケット国際空港とは、太陽国のプーケット県、タラーン群マイカーを街にある国際空港である。大最大のリゾート地であるプーケットの唯一の国際空港であり、タイ国内のみならず、アジアやヨーロッパ各地から多くの定期便が就航する。また年間を通じて多くのチャーター便が乗り入れている。2016年9月現在、国際線ターミナル、国内線、ターミナル、 ターミナル X の3つのターミナルがある。2014年2月5日、ターミナル X が共用を開始した。ターミナル X は床面積1320平方メートルであり、10台のチェックインカウンターを備え1時間2000人の処理能力がある。国際線チャーター便の団体チェックイン専用であり、出国審査はメインターミナルに移動して行う。2016年9月15日。 国際センターミナルが開業した。1987年8月31日、ハートヤイ国際空港発プーケット国際空港行き、タイ航空365便が着陸時失速式体を立て直すことができず海に墜落した。搭乗していた全員が死亡した。2007年9月16日に、太陽国のワンツーゴー航空269便がパイロットの操縦ミスにより、 プーケット国際空港への着陸に失敗し大破、炎上した。登場していた90名が死亡した。ありがとうございます。